こんにちは。今日午前、道南の長万部町で乗用車が中央分離帯に衝突して炎上する事故があり、1人が死亡しました。国道の中央分離帯に激突した乗用車、ガードレール部分が車体にめり込み炎上した様子がわかります。事故があったのは長万部町豊津の国道5号線で、今日午前5時50分ごろ、函館方向に向かっていた乗用車が中央分離帯に衝突し炎上しました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、車内から運転手とみられる性別年齢不詳の遺体が見つかりました。警察は身元の確認を急ぐとともに事故の原因を調べています。一方、札幌中央区宮の森三条一丁目の道道では午前3時過ぎ、乗用車が信号機の柱にぶつかりなぎ倒す事故がありました。怪我人はいませんでしたが、折れた信号機が道路を塞ぎ一時通行止めとなりました。警察が事故の原因を調べています。札幌すすきのの飲食店で暴力団関係者と名乗る男が店を脅迫した事件を受け、警察は今日、関与が疑われる暴力団事務所を家宅捜索しました。赤いビブスをつけた同系の捜査員およそ20人が今、暴力団事務所に入っていきます。札幌中央区にある山口組系暴力団福島連合への家宅捜索は、今月8日、すすきのの飲食店で店内のテーブルを蹴り、従業員に俺と喧嘩すんのか、表に出ろと因縁をつけ、自らを暴力団関係者と名乗り脅したとして、自称不動産業の福島雄太容疑者が威力業務妨害などの疑いで逮捕されたことを受け行われたものです。警察は福島容疑者と福島連合との関係を調べるとともに、飲食店への脅迫行為に組織的に関与している可能性も視野に詳しく調べる方針です。今日は飲酒運転根絶の日です。札幌ではトラックドライバーたちが飲酒運転の撲滅に向けた決意を表明しました。飲酒運転根絶の日は2014年、小樽市で女性4人が死傷した飲酒ひき逃げ事件を受けて制定されました。今日は道内の4万6000人を超えるトラックドライバーが飲酒運転根絶の宣誓書を道警に提出、安全運転への決意を新たにしました。まあ、今回初めての試みだったんですけど、やっぱこれを機にですね、どんどん全道の事業者の皆さんに浸透していきたいと、まあ、繰り返し続けていきたいと思います。道内では飲酒運転による事故が増加傾向にあり、トラック協会ではプロドライバーが模範運転をすることで事故防止を訴えていきたいとしています。